第一共和国。第一共和国とは、大韓民国で1948年8月15日の建国から1960年の4月革命による、李承晩の大統領辞任までの期間に存在した、生体。李承晩は、全期間にわたり大統領を務め、独裁政治体制を構築した。第一共和国は、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁。 ユザム GK の統治を引き継いで成立した大韓民国最初の共和建制体制であった。1948年5月10日に実施された政権国会の議員を選出する総選挙はユザム GK が統治していた北緯38度線以南の南朝鮮単独で実施された。左翼はこの総選挙をボイコットしたため政権国会の構成員は極めて反響色が強かった。 政権国会が7月17日に制定、交付した第一共和国憲法は国家制度として大統領に強力な権限を与えた大統領制を採用したが大統領の選出は国会による間接選挙とされた。また大韓民国が朝鮮全域を領有する正当な国家であるとも規定した。7月17日には大統領の選出も行われ、 アメリカ合衆国が推す新米派の李正万が初代大統領に就任した。李も徹底した反共主義者だった。その後、マッカーサー GHQ 総司令官臨席の下で8月15日に李正万が大韓民国の樹立を宣言し、大韓民国は公式的に独立国となった。ただし、大韓民国最大の後援者であるアメリカ合衆国政府は 1949年1月まで大韓民国の公式的な国家承認を延期していた。李承晩は韓国民主党、反民党の指示を受けて大統領に選出されたが、彼が組閣した内閣には、反民党党員は財務部、現大韓民国企画財政部長官に任命された金土縁を除いて選出されかった。その報復として野党に転じた反民党は、 大韓国民党、国民党内の反李商番派と連合して、民主国民党、民国党を形成し、大統領の権限を大幅に規制した内閣制度への改変をし,し始めた。これと同時に、李商番派も国民党へ再編され、国民党が李の支持基盤となる与党として確定した。ただし、1 9五十年五月三十日に実施された第二代国会議員選挙では、 反疑昌番派の無所属議員が議会の過半数を占める結果となった。反共政策を掲げる国家主義的な李昌番政府は左翼活動の残忍な鎮圧などゆざむじいけ以来の習慣を数多く継続していた。政府は最終党4.3事件や冷水、巡天事件など左翼勢力の活動を厳しい武力行使で鎮圧し左翼の封じ込めに概ね成功した。 ただし、それに伴い多数の住民が虐殺されたほか、独自路線を取る一部を除いて、左翼の多くは北朝鮮を支持していたために、北朝鮮との対立を厳しくした。1949年12月24日には、危機喜び虐殺事件を引き起こし共産主義者による反抗とした。1950年6月25日、北朝鮮、朝鮮人民軍が、 朝鮮の石化統一を目指して韓国に侵入し戦争が勃発した。国土の大半を喪失し韓国軍が壊滅状態に陥った韓国は存続の危機に禁止したがアメリカの主導下で十六カ国が国連軍として最初の集団軍事行動を行い反抗に転じた。国連軍の参戦で韓国軍は一時横力港に達したが中国人民志願軍 中国人民解放軍の参戦で未退却し、1951年以降は北緯38度線付近で戦線が降着した。戦線の降着を受けて1951年7月から開始された休戦交渉は、1953年7月27日の阪門店における休戦協定の調印で幕を迎えた協定により、 軍事境界線と非武装中立地帯 DMZ が朝鮮半島に設けられ朝鮮の分断体制が固定された。ただし北朝鮮、中国と国連軍は協定に調印したものの朝鮮の統一を唱える理商番はこの停戦協定を不服として調印を拒否した。平和条約は今なお調印されていない。戦争勃発後北朝鮮が 全面攻撃を展開したことにより、韓国は民衆生活から政治までもが混乱に陥り、李承晩は国会の支持を失い始めた。そのために李と国民党は権力集中によってこの危機を耐え抜こうとした。ソウルから富山へと政府機関を移転したりは、まず1952年3月に国民党や民族青年団など右翼団体を急合して、吉し党を結成した。 そして同年5月、大統領の選出方法を国民による大統領を直接選挙制とする憲法改正、抜粋会見を実施し、大差で再選し、第2倍大,大統領になった。その際に、国会の多数派を率いていなかった李は、戒厳令を敷いて、軍を動員し、憲法改正に反対票を投じると予想された、国会議員を50数名を投獄した、不断政治波動。 この時期の共和国では、反共政策も政府によって強力に継続され、保党連盟事件やい、小事件などの虐殺が韓国軍や韓国警察によって引き起こされた。また、1951年には国民防衛軍事件が発覚するなど、政権の不正腐敗体制があらわになった。韓国陸軍本部からは、李承晩大統領の前日の残虐行為に対して、 不満が募りアメリカが死州国へ空令の許可を求めた。朝鮮半島を南北に振動した戦線は韓国に多数の民間人の死傷者と莫大な破壊を招いた。1953年の休戦後、李は政府機関を8月15日というシンボリックな期日に総へと戻した。朝鮮戦争の休戦後、 韓国は李承晩の先制的な指導による政治的混乱を経験した。李承晩は権力基盤を強固なものとするために、度重なる恣意的な憲法改正や選挙介入によって、事実上の終身大統領として政権を維持しようとし、非民主独裁的、権威主義的な性格を強めていった。李は戦後に強固なものとなった反共主義を政治的道具として利用し、 性敵を親共産主義的、北のスパイとして次々と摘発、処分した。また、1952年5月の憲法改正で大統領に再選されている理は、1954年の国会議員選挙で国会の主導権を握ると、死者誤入会見事件による強引な憲法改正によって、大統領の参戦を禁止した情報を廃止し、1956年5月の 大統領選挙で第三大大統領に再選された。その際に、李は選挙で前線した左派系候補、総ササグガンを北朝鮮のスパイという権威によって処刑している。李正番による権力の私物化により、第一共和国では腐敗が蔓延した。選挙では不正が横行したほか、警察も腐敗し、暴力団が横行するようになった。また、 政権党である自由党の不正腐敗や企業との癒着、アメリカの援助に依存した経済体質も問題となった。さらには、権威主義による市民の抑圧も行われ、言論統制の強化によって政府に批判的な経営、公信文が廃刊に追い込まれたりするなど、第一共和国の政治の横暴さは目に余るものがあった。1960年3月15日。 李性晩は後に315不正選挙と呼ばれる選挙によって第四代大,大統領に楽々と当選した。与党による露骨な不正選挙に対する反発から同日中に馬山で学生デモが発生したものの警察によって乱暴に鎮圧された。しかしその際に警察によって殺害された学生の遺体が4月になって海で発見されたことにより野党や 国民の不正選挙への批判が公然化した。李昌番政権の打倒を目指した学生、大学教授らの決起や暴動などが全国各地へと拡大し、政府も当初は武力による弾圧で応じていたが、アメリカから見放された李昌番は4月27日に退陣し、翌月にはハワイへの亡命を余儀なくされた4月革命。これによって第一共和国は崩壊し、 巨勢国務総理率いる暫定行政機構が一時的に国政を担った後、韓国は第二共和国へと移行した。朝鮮戦争による騒乱の期間でさえ、すべての水準において第一共和国は教育分野における驚異的な成長を遂げた。第一共和国はアメリカ軍成長参加の韓国教育協議会、カウンシルフォー・コリアン・エデュケーションが組み立てた教育制度を 全国で完全に実施することに成功した。評議会の教育は、本区因岸の理想をもとにまとめられており、民主社会に参加する準備を学生に対して行うことが教育の主眼とされていた。そのため、一部では、第一共和国が実施した民主的な教育によって、政府に批判的な言論を支える知識人層が育ち、1960年の原因主義的な李承晩政府の倒壊。 4月革命に貢献したと中張る人もいる。最初の教育法は1949年12月31日に施行された。この時点における最も重要な点は初等教育段階での普遍的な義務教育の導入にあった。そのために政府は全国的な教育制度の普及に努め、就学児童の小学校への就学率は 第一共和国末期には95%以上にまで上昇していた。さらには、朝鮮総督不当地下の朝鮮で実施されていた二元的な段階による学生を初等教育6年、前期中等教育、中学校3年、後期中等教育、高等学校3年、高等教育4年の一元的な段階による学生6.33.4世へと切り替えた。また、 第一共和国では大韓民国による最初の教育カリキュラムが教育の場で実施された。第一共和国の経済は政府の失策と朝鮮戦争の破壊による深刻な困難に見舞われた。戦争後、韓国政府は朝鮮戦争で破壊された経済基盤を立て直すためアメリカからの経済援助を受けた。しかし、李承晩は有効な経済開発政策を 進めることができず、韓国経済の復興はなかなか進まなかった。そのため、韓国は北朝鮮と比べて、経済復興の遅れが目立ち、1960年代前半に至っても、世界最貧国の一員に属していた。経済の停滞によって、国民生活は一向に改善されず、国民の間には不満が薄積していた。一方、 1945年から1950年までの間、アメリカ軍政庁と大韓民国当局は韓国における私有財産の所有に関連する農地改革を実行した。改革では、アメリカ軍政庁は日本から没収していた朝鮮総督府や日本の会社、及びに個々の日本人の土地などの財関資産を大韓民国政府に譲渡した。また、 大韓民国政府は大規模な土地を所有する韓国人に対し大部分の所有地を投げ出すことを義務付けた改革も実施した。これにより家族で土地を所有する経済的に独立した新しい改装が出現した。第一共和国はアメリカとの強固な同盟関係を求める一方で北朝鮮や日本を敵視する政策を実施した。第一共和国は 大北朝鮮政策において朝鮮戦争の前後に関係なく武力による朝鮮統一、北進統一を唯一の政策方針としていた。そのため朝鮮戦争勃発後に韓国の武力攻撃を戦争の原因とする見解が流布される一因となった。大日本政策では竹島、韓国名、独島とつ島の領有を主張するために 理正版ラインを制定して近海から日本の漁船を締め出すなど厳しい反日政策を終始一貫して実施し続けた。1959年には日本に在日韓国人を主体とした工作員を密入国させ在日朝鮮人の帰還事業を阻止することなど目的として日本赤十字社、列車、船舶などの爆破を企てた新潟日赤センター爆破未遂事件。 アメリカの仲介で日本との国交正常化に向けた会談を幾度か行ったが植民地支配に対する対日賠償請求権などをめぐって対立し貫癌しい成果を上げることはできなかった一方の対米政策では反共の同盟国としてアメリカから巨額の援助を受けることに成功しその額が当時の韓国の国家予算に匹敵することも時にはあった 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。